聖戦が終わって間もない頃だ。お前のじいさんは裏切り者としてかつての仲間たちに追われる中、俺に助けを求めてやってきた。血のみ子のお前を抱いて。バルギスの望みは混沌の力を手にしたことで刻一刻と変貌していく主君アーサーを元に戻し、盲信的に従う仲間たちを止めることだった。俺は奴の言葉を信じ、永遠の友情の証にウロボロスのメダリオンを、信頼と協力の証に兜に二連の星の傷を与えたんだ。ジージのマントのメダリオンと兜の傷、あれはメリオダスがジージに送ったものだったんだね。俺は行き場もなく孤独の身のあいつに、パーシバル、お前を預かることを申し出たんだ。でもバルギスははっきりと言った。パーシバルはわしのこの命に変えても守ります。元気で優しい子に育ててみせますわい。あいつはちゃんと約束を守ったんだな。